こんにちは、こんばんは、おはようございますということで、この日がついにやってまいりました、タイムアウト、なんと200回記念、公開収録、皆さんお越しいただきましてありがとうございます。2020年の6月ぐらい、ちょうど、コロナのど真ん中ぐらいに始まったこの、黒田拓也の、タイムアウト、 YouTube でポッドキャスト、ラジオ的なやつを、始めたわけですけど、なんと200回ということで、今回はおそらく人生で一番高い買い物何でしたかって言われたら、間違いなくこれやと。はい、最初こんなにかかるとは思ってなかったんですけども、明日から多分ココイチでちょっと皿洗いのバイト始めるかなと思ってるわけなんですけども、そんな緊急の告知にもかかわらずですね、こうやって集まってくださった皆さん、よっぽど暇ないなということで、嘘ですけども、皆さん本当今日はありがとうございます。冗談ですけども、ほんまやったら台本ないんですかとかあるんですかとか、ほんまに何も考えずに今ここ出てきてですね、何喋ったらいいか全く分かってないんですけども、頑張っていかなあかんなということでですね、今日はいろいろ盛りだくさんで、僕たちの悪ふざけをですね、楽しんでいただけたらいいかなと思いますけども、なんとなくアメリカでずっと見てたレイトナイトショーとか、ご存知、あるかもしれない、なんかそういう感じのやつをやろうっていうと、ものすごく、金がかかったと、いうことで、身はめちゃくちゃ、今心身ともに引き締まっておりますので、皆さんそちらからのですね、大きなサポートが確実に必要になってきますので、今日はどうぞよろしくお願いします。なんですかね、なんかこれ一応1月の今何日ですか、9日ですよね。明けましておめでとうございます。甥っ子姪っ子がですね、来ましてですね、1日もですね、正月に、お年玉あげてるんですけど、いつもドルであげてるんですよ最近。そうなんです、財布に余ってる札束をですね、束でもないですけど、最近その円が弱くてね、ドルが強いからちょっと 2,3 倍喜んでくれてるんですけども、最近もうカード社会になってですね、もう使わないんですよアメリカ、全部携帯ピッピッキャッシュレス、キャッシュレスになって、今回もあげよう思ったら4ドルしか入ってなかったですね。これは怒られるということで、急いで ATM に行ったもんですが、そんな、お正月でございます。皆さん今日はどうぞ、よろしくお願いしますけども、今日また、ちょっとこれシリーズ化したいと思ってるんですが、まずはスペシャルゲストを呼んでですね、トーク、また音楽ありと、コーナーありということで、今日はどうぞ皆さん最後まで楽しんでいってください。ありがとうございます。ではほな早速、スペシャルゲストを、呼びたいと思います。大きな拍手でお願いします。スペシャルゲストの方どうぞ。いらっしゃいませ。今日のスペシャルゲスト、鈴木まみこさんです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。ダンス出なかったですね。いや、ちょっとなんかかっこよく決めようかなと思って。そうですか、はい、さすが素晴らしいということで、これ前でいいですか。全然来てください。今からですね、こっちの応接間にちょっと来ていただいてですね、はい、すごい素敵なセットで、タイムアウトリビングルームにちょっと来ていただきまして、いいトークしたいと思いますので、はい、お邪魔します。そちらにも振りますから話
気を抜かずに、ちょっとそれどうぞどうぞ、あ、お邪魔します、はい、もうよろしくお願いします。すごいな、これ何にも決まってないんですよね。ゼロです。ゼロですよね、はい、びっくりしました。僕いや、まずはこの鈴木和美子が何者なのかをですね、確かに、はい、チェルミコ、はい、チェルミコっていう名前で二人組でラップをやってます、はい、ラップデュオでレイチェルの、あ、そうです、相方がレイチェルって名前で、レイチェルのチェルと私マミコなんで、マミコのミコとしてチェルミコ、はい、これ意外とわかんないです。2人の接点は、はい、2023年の 5月ですか、うん、あ、我々ですか、はい、そうですね、ラブスプリームの、そうです、そうです、そうです、あの去年行われたイギリスのユニットブルーラブビーツ、はい、ブルーラブビーツのゲストでお互いに、そうなんです、はい、でその時は、うん、一番向こうにいるですね、西口明宏にグッチも、一緒に乗って、うん、でその日はその隣にいるババヤンがですね、うん、もうヘッドライナーとして出演していたということなんですよ。喋らないんですね。いや、でその時にリハで多分初めましてして、そうです、そうです、で彼らのビートの上で持ってる曲を歌った、うん、そうです、彼らのビートの上で自分の、そうです、持ち曲のバースを蹴って、そうなんですよ、そうで、その時に、はい、もうずっとこんな感じなんですよ、あのフェスってめっちゃでかいじゃない、ね、そうですね、でその時に、はい、ほんまあのステージもでかくて人もいっぱいいるのに、うん、ほんまになんか家のなんかこたつ入っていくみたいな感じでふわーっていくんですよ、なんかそうですね、家帰っていくみたいな感じで、うん、でも自分で気づいてなかったです、それ、いや、これただもんじゃないなと思ったんですよ、うん、あらま、はい、本当ですか、はい、嬉しいです、 あんなこうバキバキのね、はい、あの大きいフェスにステージ上がるときになんかもう、うん、わー言って、うん、そうやってました、うん、大根すろうかなみたいな感じで入ってそんな家感出てました、出てました、出てました、緊張してたんですけどね、全然見えなかったと思いますよ、あら、うん、いいんだか悪いんだか、いやいや、いいですよ、ありがとうございます、そこからもいろいろライブに来ていただいたりとか、そうなんです、遊びに行かせてもらって、あの12月の A タックも、あ、見に行きました、来ていただいて、かっこよかった、あの一番ステージの前で喋っ、うん、騒いだりしてるじゃないですか、そうですね、俺は、うん、そうですね、でもうこの眼力が、うん、めちゃもうあのエンジニアさんね、はい、音響のエンジニアさんの前ぐらいにいたでしょ、いました、いました、なんかほんまもう目ん玉だけがバーンって嘘、ごっつい眼光がはず2個あるなっていうので、はい、それで出てほしいって決めました、はい、それで決まったんですか、はい、よかった、じゃあ眼光でオファーしました、眼光でオファーしたんですか、眼光オファーです、はい、びっくりしました、そうとは思ってなかったんで、いや、いや本当ですよ、ありがとうございます、はい、よかったです、いや今日はねちょっといろいろ、鈴木まみこをもっと知ろうのコーナーに、え、はい、していこうと、わかりました、はい、解明していきたいですね、私のことを、うんうん、嬉しいです、はい、こんな場で、でも生まれはどこですか、本当に解明しますね、はい、生まれは東京の府中です、あ、森、森、はい、そうですね、森、まあ確かに東京の中でも森寄りのとこですけど府中の森ってなかったでしたっけ、あ、府中の森、そういうことか、府中の森ありますね、違いますか、いかんぞ、うん、あります、でも、あ、そうですか、そうですね、その辺で生まれて、なるほどなるほど、ずっと西の方で育ちました、あ、西でね、その、うん、ヒップホップ、はい、ということで、出会い、出会いは、出会いは一番最初は、うん、私兄が2人いるんですけど、年の離れた兄で10個と7個離れてて、はい、でそのお兄ちゃんがあのリップスライムとか、はい、キックザカンクルーとかを持ってて、はい、それを聞いてヒップホップっていうものに出会って、結構なお兄さんですか、そんな離れてない、離れても10個と7個、あ、やっぱりそう、そうですよね、離れてて言ってましたけどね、今ね。え、言った？言ってました。10個って言った？言ってました。今、そうそう、ちょっと、ね、照明で脳みそがちょっと今ね、ボワーンとしてるんですよ。だんだん、そう、それで出会ってから、リップスライムめっちゃ好きになって、はい、ずっと聴き始めて、
って感じです。で、レイチェルと出会ったのが、はい、ちょっとやめてください、手持ちぶさで、手持ちぶさで、はい、手持ちぶさで、はい、レイチェルと出会ってから、はい、レイチェルと仲良くなったのが、はい、リップスライムが好きっていうのを共通で仲良くなって、オフ会とかで、いや、なんか共通の友人がいて、で、レイチェルとマミコ多分気が合うと思うから一緒に遊べないよみたいな感じで会って、そしたらリップスライムが好きっていうことが分かり、カラオケ行って2人ずつリップ歌ってで、そしたらレイチェルがラッパーになりたいって言い始めて、で、なんかイベントを誘われたんだよねって言って、はい、だけど一人で出るの心細いから、うん、マミちゃんも一緒にラップしてくれないって言って、カラオケでリップしか歌ってないのになんかラップできると思われちゃってそれで一回限りならいいよって言って、うん、私その時高校3年生で受験生だったんですけど、なんかモヤモヤしながら受験勉強してたから、一回だけなんか切りたいなと、そうそうそうと思って出てみたらめっちゃ楽しくて、そのライブが、それはもうオーディションとかじゃなくて、もうライブ、あ、じゃないです、普通になんかそのレイチェルがもともとなんかなんていうの、ちょっとだけ芸能活動みたいなのしてて、なんかそのつてでなんか、うん、あの出るみたいな、あ、そうなんだ、それでそう、それに誘われて一回出て、曲を作って、そうなんですよ、あら、もうその時からそう、でもあのラッパーのゴメス君っていう子がいて、はいはいはい、その子にこういうことを言いたいんだよねって言って、うん、あの言葉を組み立ててもらって、うん、それで作った感じです。1曲目はそれ、その時はもうがっつり1曲だけやったみたいな感じ。そうです、1曲だけやって、でそしたらそれを見に来てたなんかイベンターさんみたいな人が、あら、あのちょっと次5月ぐらいにフェスやるからそれ出てくれないって言って、いきなりライブが決まって、そのために曲を作ってっていうのが繰り返しで今に至る。ああ、すごいですよね。苦労の時間ないじゃないですか。いやいや、ありますよ、全然。え、人6人ぐらいしかお客さんいなかった。僕一回ゼロにありましたよ、はい、ゼロの時あったんですか。ありました、ありました。西口いたんじゃん。え、あ、古谷さんのバンド、はい、あったんだ。僕ニューヨークから帰ってきて、はい、まだ学生やったかもしれないですけど、うん、夏休みで帰ってきて、うん、その時出会ったばっかりぐらいの素晴らしいピアニストの人に、うんうん、場所どこやったか忘れたんですけど、亀有の方じゃ、違うか、金町です。金町、惜しい、はい、そうそうそう、のところで、うん、もうほんまにね、スーツケース持ってったんちゃうかなっていうぐらい、飛行場から直で、はい、もう行きたいっつって、ライブやりますっつって引き受けたもんやから、うん、行ったらファーストセット、はい、だからジャズのライブって大体2回やるんですけど、うんうん、ゼロやったんですよ。で、まあ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 時間早いから、うん、で休憩してセカンド始まったら、うん、またゼロでした。すごいですね、はい、己との戦いですね、はい、それは。でもその時リーダーやった、うん、あの潤さんが、はい、いや黒田は熱いやつだって言って、うん、それ俺関係ないからこんなんでも来てくれたみたいな感じになったんですけ ど、 どそう、僕はあんま関係ないですけど、そうですね、はい、関係ないですね。もうちょい呼んでもらってもよかったなとは。でもそのじゃあもうそこで一気にもうフェスに出てですか。そうですね、うん、出てまたそれを見に来てた人が、うん、このライブ出てくれないですか。ほらだからもうトントンじゃないですか。まあそのお誘いはいただいたんですけど、はい、まあ、ラップやってる2人組が珍しかったのもあって、うん、当時はその当時、そうそうそう、呼ばれて始まったけど、でも全然、うん、なんていうの、人が いない時もいっぱいありましたし、ありました。ゼロ、さすがにゼロはちょっと6って言ってましたね。6です、はい、キャパ7、キャパどれぐらいだったの。でもキャパ7でキャパ7 居酒屋さんみたいな。家ですね、家ですね、はい、家ですね、はい、そうですね、ありました、そういう。ありました、はい。その1回目のライブが何年ぐらいですか。2000、1回目が一番最初、うん、2014年の11月とかですかね、にその1回限りのライブがありまして、でそれから私がその受験生で一応大学受験するってなって、はい、その期間1回やめて、うん、チェルミコやりたいなってなってたけど、うん、1回それやめて、けど落ちまして、でもうじゃあチェルミコはやっちゃおうって言って、あ、その2015年の滑り止めがチェルミコやったっていう。そうですね、確かにそうですね、チェルミコ大学に、チェルミコ大学に行かせていただきました。なるほど、今も行ってます。いやでも今やもう本当に大活躍そんな、あ、ほんで、はい、チェルミコだけじゃなく、あ、そうです、そうです、いつから始めたんですか、鈴木まみことして。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、まみこ鈴木としていいんですよ、いつからしてもいいんですか。あ、そうなんですか。マミコ鈴木としては、はい、
多分にそのチェルミコ始めてから1年2年経った後ぐらいに、なんか早めにそうですね、うん、作り始めて、なんかチェルミコの音楽って結構ポップで明るくて、はい、そうですね、チャキチャキしたラップをしてるんですけど、うん、そういうのも好きなんですけど、割と静かな音楽だったりとか、ちょっとラップすぎない歌寄りのものとかも好きだったんで、うん、そういうのをソロでやってみたいなって思って、うん、私が20歳とか21とかの時に、うん、あの EP 出して、それからなんかチェルミコメインで細々と鈴木まみこの方もやり始めたみたいな、うん、でもそっちももう今や、うん、なかなかの、いやそんな嬉しいです、いやいやいや、この場にも呼んでいただいて、ぜひあの両方皆さんチェックしてみてください。チェルミコもお願いします、まみこ鈴木も覚えてほしいです。いや本当に次のライブは決まってるんですか、はい、次のライブまみこ鈴木としては決まってるっすね、けど多分まだ言っちゃダメなのかもしれない。じゃあ言わないで、じゃあ言わないです、はい、もう、はい、その辺は SNS で、はい、あの見ていただけたら嬉しい。全部やってるんですか、全部ミキシーとミクシー、ごめんなさいやってないです、ミクシーはあんまやってない、ミクシーやってないですか、ミクシーは発音がちょっと良すぎてツイッターって言われます、ツイッターのこと、トゥイラルすごいな、今やね X ですけど、すみません、ちょっとミクシーの方やってない、やってないですね、はい、X の方とインスタグラム、インスタグラムの方、なるほどなるほど、ニュースタイムアウト、たった今新たなジャズニュースが入りました。焼き鳥屋さんと大型チェーン居酒屋でのジャズミュージックでの店内ショーが完全に撤廃になりましたこれにより酔っ払ったジャズミュージシャンがこれ見よがしにソロパート大合唱することがなくなり、周りのお客様が安心して飲食を楽しめるようになるのが狙いのようです。またこの措置により後輩ミュージシャンが流れている往年のジャズを例に挙げられ説教されることも減少し、風通しの良い関係が保たれるのではないかとのことです。以上ニュースタイムアウト、ジャズニュースでした。これ あるんですよ。あるあるなんですか。めちゃくもうジャズやってる人からすると、はい、もういわゆる焼き鳥屋とかそういうちょっと、まあ、あの居酒屋に行くと、うんうん、もう僕らが10代の時によく聞いてたザ・ジャズの往年のやつが、はい、大体かかってるんですよね、うん、へで僕らは嬉しいんですけど、はい、向こうの意図としたらこう邪魔しない、うん、バッチリな BGM みたいな感じなんでしょうけど、こっちはもう胸に突き刺さってくるんでぐさぐさとね、そうそうそう、すぐ聞いてもらうよね、なんかこれこここここと、はい、そう、はい、っていうニュースでございました。良かったですね、はい、嘘ですからね。ああもちろんこれはあの嘘で、風通しのいい関係がいいですね。いやこれやこれやんかな、ね、こんなこうやらねこれやんな、分かってるんですよね、うん、結局ここやから、ね、生中あーもう焼酎や焼酎や面倒ですね面倒でしょ、すごい面倒でしょ、そうなんですね、はい、これがなくなりますから、はい、以上ニュースの時間でした。一応ねこういうことやるから東急ハンズやら行ってですね、はい、なんか小道具やら何やら それも見せてあげてください。ちょっとすいません、これはい何の意図もなくとりあえず買ってみたんですよ。で今のところ使うとこないんですけども、たまにいますよね、指さすのやめてっていう人がいますよね、いますあやめて僕は言わないですけど、それに合わせてですね、なんと今日はもうほんまベタですよ、声変わるやつ、変声感って書いてます。変声感メガジャンボ、清潔安心信頼、安心信頼のあるで、はい、今までやったことがないと、はい、私やったことないんですよ。だからこれ皆さんあの初陣ですね、はい、はい、そうです、あの声を変えて、はい、まみこちゃんにこの言葉を言ってほしいというコーナーいいですか。わかりました、はい、やりましょう、はい、ちょっとまあこれでもやり方はちょっとわからないんですけど、はい、一回やってみますね、はい、はい、振る意味はないと思うんですけど、振る意味ないんですね、なんか息を吐いて空っぽの時にするといいです。わかりました、はい、ただするだけなんですか。こんにちは
こんな感じで。いや、やっぱ普通に面白いですね。はい。ヘリウムガスって。ちょっと、いいですか、はい、ちょっと吸ってもらっていいですか。わかりました。はい。一応じゃあ振りますね。うん、いいですか。あ、でも言う言葉だけ決めて、はい。何がいい？何がいいでしょうね。かけそば？かけそば？かけそば大盛りでいいですか。はい。一回息吐いて。はい。もっと押して。あ、来てます。そうそうそう、その音。かけそばを生まれすごい、すごい。初体験。初体験です。なんかやりたいです。なんか誰かちょっと言ってほしい言葉ないですか。なんか、はいはい、みきちゃん。私、ヘリウム鈴木まみこです。長ない？やだな。いや、確かにそこ切り取られたらなんかな、変な感じやから。もっと単語がええんじゃん。やる気満々じゃない。やりたい。なん、いいですか。どうぞどうぞ。私、ヘリウム鈴木まみこです、はい、私、ヘリウム鈴木まみこです。でもなんかこれやってる時めっちゃはずいですね。ちょっとびっくりせえへん。そう、びっくりする。この辺から声が出るんですよ、なんか。びっくりする。何なんだろう、変なの。やってみてくださいよ、クーさん。なんて言ってほしいですか。どうしようかな。いいですよ、ロマンチックなやつでも。ちょっとあの怖い言葉とかいいですけどね。そういうちょっとドスが効いて、はい、確かに、うん、確かに。バンドマンが腹出たらしまいやで。出てました。南の帝王。出てないです。出てないですか、はい。バンドマンが腹出たらしまいやで。すごい、めっちゃいい。これ笑い声がいいですね。そうですね。いやー面白いな、やらないですか。誰にやってほしいですか。ともくん、くんくん、たけもっちゃん、ぐっち、ばばやん、みきちゃん。ぐっちさんすかね。ぐっちやね、やっぱり。なんて言ってもらおう。なんて言ってもらおう。なんて言ってもらいます。ジャズのこと語ってもらえますか。ああ、そうやな。コードを言ってもらおうか。コード、はい、ジャズのコード。 C マイナー嫌いやねんって。入ってんのか。 C マイナー今自分で開けたやん。すごい。でもなんかわかんないけど、あんま変わってない。うん、この元からその時の声ありますよね。で、ちょっと今日は実はもうこれはもうずっと思ってたことがあって、はい、もうこれをやらずに今日、しょうもない話なんですけど。何ですか。まあ、音も変わるんちゃうかと。おー、うん、面白いね、うんうん、だって空気、声が変わるわけですから。ぜひ。今もうこの音ですよね、うん、まず一回ちょっとパーパーいきますよ。あがった、すごい。ほんまや、やってみ。ほんとに。めっちゃ吸って。結構吸った方がいい、結構吸った方がいい。効果ないから。おならへんの。ならへんの。ちょ、一回声聞かせてもらっていいですか。いや、これ、ミキちゃんの声だけ。僕、ミキティって言ってもらっていいですか。僕、ミキティ。めっちゃ変わる。一番変わる。めっちゃ吸った。
大丈夫ですか。ちょっと高い。ちょっと高い。いやー、ね、面白いね。それめっちゃジャズやん。もう楽しい時間はあっという間で。ヘリウム締めですか。まあ、でもせっかくなんで、はい、今日はバンドもいるしすごい、うん、ちょっと一緒に演奏しようなんていいですか。いいですか。はい、まず、はい、このアルバムは、2020年ですか。空耳は、そうです。2021年かな。空耳っていう曲がありまして、鈴木まみ子2021年に出した MS ってアルバムから、 MS から空耳という曲をやります。すごい豪華なバンドセットでありがたいですし、すごい嬉しいです。早速、はい、ちょっとね、このタイムアウト200回記念アレンジということで、はい、はい、ちょっとじゃあ会場に参りましょうか。はい、わあ、シャ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 、いやー、ヘリウム大丈夫ですか。ヘリウムちょっとおかしな残ってる気がする。ほんまに、いやー、よろしくお願いします。それめっちゃジャズやん。
je vais y avoir aussi d'assain Qu'est-ce que ça fait la bouche Ma tête y est Je suis voulu y avoir de ça Oh ma c'est là Oh Qu'est-ce que ça fait la bouche Ma tête y est Y'a t'y a pas Si là on l'a On l'a volé ta mienne Ah je joue des y avoir aussi d'assain Qu'est-ce que ça fait la bouche Ma tête y est Je suis voulu y avoir de ça Oh ma c'est là Oh Qu'est-ce que ça fait la bouche パーソナルなグイッとジャズミュージシャンのギャラ制度が素晴らしい